お疲れ様です。3月14日木曜日朝6時の相場解説になります。今日はね、上昇トレンドで勝負してみようかなと思うんですよ。まあいろいろと根拠はありますけども、まずはね、乖離が進んだんで、この移動平均線に向かって、ローソク足が向かっていくかなっていうところです。それから、こちらとね、こちらと左右対称みたいな形なんでよくあることなんで、これもちょっと当てにしようかなと思います。その次なんですけども、これ下への動きがここでね、やっぱこうストップしていることが暗示されてるんですよね。ですんで、今日今形成中のこの陽線っていうのは陽線のまま終わるんじゃないかなと思います。ですんで、今日は上昇トレンドの方向へね、148円の方向に向かっていくんじゃなかろうかというふうに思ってます。ちなみに今日が陽線で終わるとしたら、明日も上の方に向かいますね。はい、それはもう昨日お話ししましたけどね。はい、次は4時間です。4時間見ていきます。4時間を見ていくと、これからね、これ移動平均線を横切ってまたいでですね、上の方に乗っかるところがちょっと見えてるのかなと思います。まあ、場合によっては横ばいに入るかもしれませんけども、そうなったら、まあ、含み損は少ないと思われますので、やっぱり倍の方で舵を切ることが、勝利の蓋然性を高めるかなと思います。で、分かりやすいのが1時間軸なんですけども、1時間軸はまずね、移動平均線の上に乗っかっている状態で、あとこうね、乖離が進んだらくっついて、乖離が進んだらくっついてを繰り返して、高値と安値を切り上げているところだと思います。で、下髭をしっかり出して支えられてますんで、こっからね、こういうふうに伸びていくことが予想できるかなってところです。で、全体的に見ましても、下落トレンドがあって、ここで横ばいになって、そして入った方向に抜けていくみたいなね、形もあると思います。多少緩やかですけどもね、こっちの角度に比べたらね。はい。で、昨日一日確かめましたけども、右肩上がりのトレンドを書いてますので、今日はそれに準じて、大きな材料もないですから、倍の方でエントリーして利益を取っていこうかと思います。じゃあ本日は以上ですね。材料が深夜あって、明日は明日の別のマーケットが展開されますので、今週は月火というグループと、水木というグループと、金曜日っていう単体との3つに分かれたかなっていうところでございます。それでは。